1> 第1世代抗ヒスタミン薬とは、抗ヒスタミン薬のうち、第2世代抗ヒスタミン薬の開発以前に、開発された薬剤で、眠気などの中枢神経抑制作用や、口活や、胸焼けなどの抗コ,コリン作用などの副作用が、比較的現れやすいものを言う。よく知られているものとして、インペアードパフォーマンスがあり、これは、別名、ドンノと呼ばれ、認知機能の能力を低下させる。 つまり、本来必要とされる、作用以外の作用が強いということである。このため、これら、古い第一世代抗ヒスタミン薬に代わって、抗ヒスタミン作用に選択性を高めた第二世代、抗ヒスタミン薬が開発され1980年代より、用いられている。第一世代抗ヒスタミン薬は、抗コリン作用が現れやすいことから、緑内障患者や、前立腺肥大等、 株尿路に閉塞性疾患のある患者は服用を避けるべきである。そのことが医薬品の添付文書に記載されている。薬効分類では多くはコーヒスタミン剤一部は精神神経溶剤に分類される。また高齢者に推奨できない医薬品であるビアーズ基準に収載されている。多くは日本標準商品分類番号の医薬品の薬効分類における コーヒースタミン剤に分類される。一部の薬剤は精神神経用剤に分類される。第一世代コーヒースタミン薬はエタノールアミン系、プロピルアミン系、ピペラジン系、ピペリジン系の4種類に大別される。また、上記のコーヒースタミン剤は日本標準商品分類番号では、さらにジフェンヒドラミン系、トリペレラミン系、フェノチアジン系、ジフェニルピラリン系、 その他の5つに分類されている。第1世代抗ヒースタミン薬は、第2世代の多くとは異なり、肝臓のシトクロム P450 のサイプ 3A4 やサイプ 2D6 で代謝されてから腎臓より排泄される。エタノールアミン系は抗ヒースタミン作用が非常に強力であるが、それと同時に中枢神経抑制作用や抗コ,コリン作用も強い。本材は、 D マレイン酸ンクロルフェニラミンについて第1世代抗ヒスタミン薬の中では医療現場で禁用されている薬剤である。一般用医薬品の風邪薬に含有されることも多い。本剤は他の第1世代抗ヒスタミン薬と比較して持続性が高い点が特徴的である。本剤は第1世代抗ヒスタミン薬としては比較的眠気の発言が少ない方であるため、 第一世代抗ヒースタミン薬の中では、最も医療現場で品用されている薬剤である。また、一般用医薬品の風邪薬に、最も含有されることの多い抗ヒースタミン薬でもある。なお、メキタ人は、蒸気二つの薬剤と同じフェノチア人形、抗ヒースタミン剤に分類されることから、第一世代抗ヒースタミン薬であるとの論者もいるが、一般的には、 第二世代コーヒースタミン薬であるとの認識がなされている。本剤は2005年3月までは薬局で広く例売りされており、ブロムワレリル尿素とともに医師の指示によることなく一般用医薬品と同様に市中で容易に購入が可能であった。例売りによる安易な医療用医薬品の使用を抑制し、続発する自殺未遂を未然に防ぐべく、上記2剤は2005年4月1日。 処方箋医薬品に指定され、薬局、ドラッグストアでの販売は不可能となった。本剤は、ブラディキニン機構成、抗アレルギー剤であり、抗ヒスタミン作用のほか、抗セロトニン作用、抗アセチルコリン作用を有する点で特徴的である。本剤は、抗ヒスタミン作用のほか、抗セロトニン作用を有する点が特徴的である。日本睡眠学会は、不眠症、 特に慢性の場合に対して、ジフェンヒドラミンなどの第一世代抗ヒスタミン薬は、推奨できず、かゆみによる二次性の不眠症に対しては、催眠鎮静作用の強い第一世代、抗ヒスタミン薬は推奨できないとし、第二世代抗ヒスタミン薬でも翌日の眠気への影響を考慮すべきだとしている。また、高齢者に推奨できない医薬品であるビアーズ基準に収載されており、高齢者では、 第二世代の抗ヒースタミン薬を使用するのが望ましい。ありがとうございます。